星のドラゴンクエスト実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。プレゼント福引き第2弾来ました。第2弾です。10連ね、10連無料10連、福引きが引けると。本日の当たりは、破壊の鉄球、あと大天使シリーズから2つとプリンセス装備です。もう勢いが大事、こういうのは。勢いが大事。ポンと引いてポンと割ろう。今日は、昨日はもうちょっと残念な感じになっちゃいましたが、星ドラだということがね、思い出させられたとね。人々は思い出した。俺たちは壁になんか的なやつ。はい、行きまーす。はい、うわー、これ、行き倍のやつね。いきなり倍シオンの、グレートマント上なんだけど、持ってるんですが、いかんせね、やっぱ守備力の面で、劣ると。いきなり倍シオンがあるから、それはね、攻撃力、火力は増すんだけども、いかんせね、防御力がペライっていうことで、持ってはいるんだけども、使ってない一品です。まあ、これね、4つぐらい集まってね、進化させまくれればね、ワンチャン使えるかなっていう感じ。とりあえずね、グレートマント上、一歩前進しました。はい。まあまあ、嬉しいっちゃ嬉しい。ちょっと使いたいなって思ってた。これ、バトマスで使えるからね。得て、バトマスメインで使ってるから。って感じだね。はい、では、続きまして、本日の、保護み引かせていただきます。最近ね、これ来ないね、本日の無料福引き。なかなか星5が出てくれません。出るときはほんと立て続けにね、出たりするんだけど。出なーい。出なーい。安定感のあるプラチナメールした。ありがとうございます。はい、てなわけでね、第2弾、10連、無料10連プレゼント福引きは、グレートマントでした。はい。まあ、軽くちょっと、現状報告もしとこう。今ね、またストーリーね、ちょっと進んでてね。前回言った、ここね、これ、シャドウヘルマー倒せない、これ後にしようって言ってたんだけど、なんと、また出てきちゃった。また出てきちゃった、これもう。ファラオヘルマ。もうこのシリーズのやつマジで強いんだが。ゴールドシャワーっていう、なんかわけわかんない攻撃してくる。本当にわけがわからん、あれは。200とか食らうんよ、200。全体に。で、あとここね。ここの、あれ、ミッション達成できない。一度も死なないでクリア。このザイガスってやつなんだけど。これなんか、100のダメージを4回攻撃の100ダメージのやつぶち込んでくるんで、まあ無理ですね。耐えれません。これ、設定上無理です、こんなの。チート使わなきゃこれは、できません。まあちょっと攻略情報見たんですが、なんかバギ耐性さえね、つければ、まあギリ耐えれるみたいな、なんか、そんなの書いてありました。ってなわけでね、今。ここら辺をうろちょろしてまーす。はい。あと、そうだ。転送。今ね、マルチっていうか、普通にイベントで来てる、クエストのね、イベントで来てる、ラーダーのね、ラーダーの転送のやつ。ね。これ。古代ラーダーの転送。まあもう、貫突。ね、しっかりして。レベルもマックスに上げたらね、エテが持ってるどの武器よりも強くなってしまったという悲しいお知らせでした。はい、ありがとうございました。